J リーグは他国のリーグと比べてチームの戦力差がないため、毎年のように混戦を極めます。シーズン終盤になると熾烈な優勝争いに注目が集まりますが、それと同じくらい盛り上がるのが残留争いです。J リーグでは今までに多くのチームが劇的な残留劇を繰り広げてきました。そこで今回は J リーグで起こった奇跡の残留6戦を紹介します。この動画を見ることで残留したチームの感動的な物語がわかるかと思います。2008年、千葉は最終節を前にかなり厳しい状況に追い込まれていました。最終節を残して千葉の順位は降格ラインである17位。残留ラインである15位の岩田と同じく残留を争う16位ヴェルディとの差は勝ち点差2でした。つまり、千葉が残留するためには最終節の相手である FC 東京に勝って勝ち点3を獲得し、さらに15位の岩田と16位のヴェルディが揃って負けるという条件が必要というかなり厳しい状況でした。絶対に勝たなければならない FC 東京戦ですが、前半39分にコーナーキックのボールをヘディングで決められ、残留するためには2点が必要な状況になります。一方、引き分けでも残留が決まるヴェルディは1人退場者を出し、対戦相手である川崎に PK を与えてしまうのですが、敵が PK を外したこともあり、0対0のまま前半を終えます。後半8分、千葉はさらに絶望的な状況に追い込まれます。左サイドでボールを持った長友が中へ切り込み、シュートしたボールがゴールに直接入り、千葉は3点が必要な状況になります。しかし、ここから流れが千葉へ大きく傾くことになります。引き分けで残留が決まるヴェルディは、後半開始早々に失点し、千葉の残留条件に一つ近づきます。さらに千葉は流れを変えるべく、監督は荒井と矢沢の二人をピッチへ送り出し、この采配が奇跡を呼ぶことになります。後半29分、矢沢から前線に送られたロングボールを荒井がトラップしてシュート。そのボールがゴールに吸い込まれ1点を返します。さらに2分後、千葉のエースである牧瀬一郎がゴール前でボールを胸で落とし、矢沢がボレーシュートを決め、同点に追いついたのです。千葉は引き分けでは残留できないため、さらに猛攻を仕掛けます。相手のゴール前から積極的にボールを追いかけていった結果、相手選手のファールを受け、PK を獲得。残留を手繰り寄せるために絶対に決めたい PK を、レイナウドが右上に決め、逆転に成功します。2対0の絶望的な状況からわずか6分間で状況を変えたのです。千葉が勝利すると、ヴェルディは引き分けでは降格してしまうので、攻撃に転じるしかありません。さらに千葉は後半40分に矢沢が勝利を決める追加点を決め、あとは他会場の結果を待つのみとなりました。残留のために点を取りに行ったヴェルディですが、試合終了間際に追加点を決められ試合終了。さらに15位の岩田も大宮に負けたため、千葉が2つ順位を上げ、奇跡の残留を果たしたのです。千葉が2点ビハインドの状況をわずか6分間で逆転した流れは、今でもネット上では語り草となっています。余談ですが、千葉がシーズン開幕前に柏レイソルと行う千葉銀カップは、ワールドカップ、チャンピオンズリーグに並ぶ世界三大カップとサッカーファンの間では言われています。現在は長らく J2 に所属している千葉ですが、ぜひとも J1 同士のチームとして、世界三大カップである千葉銀カップを見たいところですね。2010年シーズンの神戸は、監督交代が残留への道を切り開いたと言っていいでしょう。成績が振るわない神戸は、シーズンの半ばを過ぎて降格圏である16位に低迷。成績不振を受け、9月に和田正弘監督が新しく就任しました。その後成績が上向きますが、残り2試合を残した状態で、15位の FC 東京とは勝ち点1差の16位のままでした。33節の対戦相手は、上位に位置していた清水エスパルスでしたが、先制点を守りきり、ホーム最終戦を勝利で終えます。さらに勝ち点1差で残留を争う FC 東京が引き分けたため、最終節まで残留の望みをつなぎました。神戸は FC 東京と勝ち点1差のまま最終節を迎えましたが、勝ち点以外の部分でも神戸は不利と言える状況でした。FC 東京も神戸と同じく敵地での試合でしたが、対戦相手はすでに降格が決まっている京都サンガ。対する神戸は4万人を超える相手サポーターがいる埼玉スタジアムで浦和との対戦です。チーム一丸となって残留を決めたい神戸は、ベンチ外の選手も埼玉スタジアムまで駆けつけ、地元神戸ではパブリックビューイングも行われました。試合は前半から動きます。前半31分、ディフェンスラインからのロングボールに抜け出した吉田貴之が
キーパーとの1対1を冷静に決め、待望の先制点を獲得します。それとほぼ同時刻、すでに降格が決定している京都が残留争いをしている FC 東京から先制点を獲得。試合前まで FC 東京が優位だった残留争いは一気に流れが変わりました。後半に入っても神戸の勢いは止まりません。先制点を決めた吉田が与えられた PK をきっちりと決めリードを広げます。後半14分にはほぼのパスをパク・カンジョが決めて3点目。試合を決定づけます。さらに後半ロスタイムにも両会場で点が入ります。神戸がリードしているため勝つしかない FC 東京ですが、デュトラに追加点を決められ、残留は絶望的な状況になってしまいます。対して残留が確定的となった神戸ですが、攻撃の手を緩めませんでした。最後は森岡亮太がサイドからドリブルで切り込み、横パスを受けた小川慶次郎が4点目のゴールを獲得。シーズン全体を通して苦しんだ神戸ですが、終盤は7試合負けなし。そして最終節は大量得点で残留という、まさに怒涛の追い上げを経ての残留となりました。そして残留を決めた後、選手たちが和田監督を胴上げしますが、残留やから胴上げはいらんという和田監督の言葉も印象的でほっこりします。今年もまさかの降格の危機ですが、奇跡の残留はあるのでしょうか。今後の試合も要注目です。2012年の新潟は2003年に J1 昇格を決めて以降、一度も J2 に降格することなく、J1 の舞台で戦ってきました。J2 から J1 へ昇格しても、多くのチームがすぐに J2 へ戻ってしまう中、新潟は J1 に定着した数少ないチームと言えます。そんな新潟に J2 降格の危機が訪れたのが、2012年シーズンでした。8月から降格圏に入ると、そこからずっと浮上できないまま、17位で最終節を迎えます。最終節を残した時点で、新潟の勝ち点は37。同じく残留を争う15位神戸が勝ち点39。16位ガンバは勝ち点38という状況でした。以上のことを踏まえると、新潟が残留するためには、最終節の相手である札幌に勝利し、なおかつ神戸とガンバが引き分け以下で終えるという厳しい条件があります。それでも新潟は残留を信じ、試合当日のバス待ちでは過去最大規模となる3000人ものサポーターが新潟の選手バスを迎え入れました。そして雪の舞う中、2万8000人ものサポーターがホームであるビッグスワンスタジアムに集結し、残留を争う一戦が始まったのです。試合は開始早々動きます。前半8分、前線へのロングボールのこぼれ球を坪内がゴール左に決め、先制点を取ります。さらに前半終了間際の43分、ブルーノ・ロペスがドリブルでディフェンダーを剥がし、放ったミドルシュートが決まり、追加点を奪います。後半も攻撃陣が爆発した新潟は、4得点という大量得点で最終節を勝利しました。しかし試合が終わってもまだ喜ぶのは尚早です。新潟が残留するためには、神戸とガンバの両チームが引き分け以下で終える必要があるからです。先に試合を終えた新潟の選手たちは、サポーターと共に他会場の結果を待ちますが、神戸が負け、ガンバが引き分けに終わったことが場内に伝わると、ビッグスワンスタジアムは歓喜に包まれました。奇跡の残留を果たした新潟の選手に対し、サポーターは応援歌である愛してる新潟を歌い、共に残留の喜びを分かち合いました。2012年の新潟の奇跡の残留は、サポーターと共に果たした残留と言えるでしょう。そんな新潟のスポンサーは、柿の種やハッピーターンで知られる亀田製菓です。当時在籍していたレオシルバは、亀田製菓の商品であるハッピーターンをこよなく愛していました。ハッピーターンは一度食べたら止まらなくなるから気をつけろ、とチームメイトに助言したエピソードが選手名鑑に掲載されたことから、ハッピーターンのためにチームに残留しているのではないかと一時期ネットでも噂になったほどです。当時チームの主力選手であったレオシルバを支えたのはハッピーターンであり、ハッピーターンのおかげで新潟は残留を果たせたのかもしれません。2018年の J1 残留争いは、4チームが残留を争う大混戦になりました。最終節を迎えた時点で、13位の岩田は勝ち点41。14位から16位には、勝ち点40で湘南、鳥栖、名古屋の3チームが並びますが、得失点差の影響で、名古屋は入れ替え戦になる16位に位置し、そのままの順位で終えると、J1、J2 入れ替え戦に回ってしまいます。そんな名古屋の最終節の相手は、同じく残留を争う14位湘南との直接対決となりました。名古屋の残留条件は、湘南に直接勝利すれば残留が決まります。引き分けの場合は、13位の岩田か、15位の鳥栖が敗北で残留が決まり、もし名古屋が負けた場合は、
15位の鳥栖が2点差以上で負ける必要があるのです。名古屋のホームで行う最終戦はチケット完売、残留を願う名古屋サポーターでスタジアムは満員となりました。ホームで残留を決めたい名古屋でしたが、前半のうちに湘南に2点を取られ、残留から大きく遠ざかってしまいます。前半を終えた時点で残留争いのライバルである磐田と鳥栖は共に0対0のままでした。このままでは名古屋だけが勝ち点を積み重ねることができず、16位で入れ替え戦に回ってしまいます。しかし後半に入ってから名古屋に流れが傾きました。後半20分過ぎに J1 得点ランキング1位のジョーがペナルティーエリア内で倒され PK を獲得、その PK を倒されたジョーがきっちりと決め1点差に詰め寄ります。さらにその数分後、名古屋に幸運が訪れました。右サイドから前線上げたクロスボールがペナルティーエリア内にいた湘南ディフェンダーの手に当たり、2度目の PK を獲得したのです。この PK を再びジョーが決め、ついに同点に追いつくことに成功します。しかしその後追加点を得ることができなかった名古屋は2対2の引き分けで試合終了。残留の結果は磐田と鳥栖の結果次第となりました。引き分けた名古屋の残留条件は磐田か鳥栖のどちらかが敗北することです。しかし名古屋が試合を終えた時点で鳥栖と磐田は同点のまま試合終盤に差し掛かっていました。その後15位の鳥栖は鹿島との引き分けに終わり J1 残留が決定。残る磐田は川崎と1対1の同点のまま後半アディショナルタイムに入っていました。名古屋が入れ替え戦に回る可能性がほぼ確定となった状況でしたが、まだドラマは終わっていませんでした。試合終了間際、川崎の家長がドリブルで磐田陣内に切り込み、クロスを上げたボールを磐田の大井がまさかのオウンゴール、そのまま試合終了し磐田が敗北したことを名古屋サポーターが知ることになります。最終的な勝ち点は13位から16位のチームが同じ勝ち点41で並びますが、得失点差の差で名古屋が J1 残留、磐田が入れ替え戦へと回る結果となりました。他会場の結果を知り、残留が決まったことが分かった選手は喜びを爆発、サポーターと共に残留を祝いました。 J2 に所属する栃木は2019年シーズンは J3 降格の危機に遭いました。 J2 リーグは22チームが所属し、下位の2チームが J3 へ降格します。2019年シーズンから新監督を招聘した栃木ですが、得点力不足に悩み、前半戦を20位で折り返すことになります。シーズン後半に入っても成績が上がらず、残り4節を残した時点で残留ラインである20位鹿児島との勝ち点差は7。 J2 残留が厳しくなりましたが、栃木はシーズン終盤に起用選手とプレースタイルを大幅に変更しました。この作戦が功を奏したのか、最終節までの3試合を2勝1分けとし、残留の望みを最終節まで残します。最終節を迎え、21位の栃木と鹿児島の勝ち点差は3。栃木が残留するには最終戦の相手である千葉に勝利し、なおかつ鹿児島が敗北するというシナリオしかありませんでした。敵地で行われた最終戦、前半は千葉の猛攻を受けることになります。栃木は数多くのシュートを浴びることになりますが、選手たちは落ち着いていました。前線からボールを奪うのではなく、自陣の真ん中をブロックしながらサイドへ追いやるようにしたのです。そうしたこともあってか、ホームの声援を受けながら果敢に攻めてくる千葉を相手に前半を無失点で切り抜けます。一方、引き分けでも残留が決まる鹿児島は福岡相手に前半を1対1で折り返したため、仮に栃木が勝ったとしても栃木は残留を逃してしまいます。しかしこの2試合は後半のほぼ同時刻に試合が動くことになりました。71分、栃木の久留美が右サイドからクロスを上げ、ニアサイドにいた大崎の元へと渡ります。そのボールをワンタッチでファーサイドへ流し、フリーになった田代がヘディングで押し込み、待望の先制点を挙げます。福岡対鹿児島の試合は72分、鹿児島が福岡にコーナーキックから勝ち越しのゴールを決められ、ついに栃木と暫定順位が入れ替わったのです。待望の先制点を手にした栃木は残り時間を気迫の守備で守り抜き、勝たなければいけない試合を勝利で終えました。その数分後、鹿児島の敗北が決定。勝ち点差で並ぶも、得失点差で J2 残留が決定したことを知ったクラブスタッフがピッチへ流れ込み、選手とサポーターは奇跡の残留を果たしたことに喜びを爆発させました。2020年と2021年シーズンの湘南は、コロナウイルスによって普通のシーズンとは異なる残留を果たしたチームといえます。2020年に起きたウイルスの感染拡大は、J リーグのレギュレーションにも影響を与えました。コロナの影響で経営難に陥るクラブをなくすため、
J リーグは全カテゴリーで降格なしという措置を取ります。2020年の湘南は成績が伴わず18チーム中最下位でシーズンを終えたものの、特別措置のおかげで2021年シーズンも J1 で戦うことができたのはラッキーだったと言えるでしょう。しかし世の中は都合の良い話ばかりではありません。2021年シーズンからは降格制度が復活。昨シーズン J2 から昇格を含めた2チームも追加され、下位の4チームが降格するという厳しい戦いが始まったのです。さらにシーズン終盤の11月には苦難が待っていました。チームのムードメーカーであったオリベイラが急死、残留を争うチームにとっては大きな精神的ショックを受けることになります。4チームが降格する2021年シーズンの J1 は、最終節を前に湘南、徳島、大分の3チームが J1 残留枠である16位を目指して争うことになります。16位の湘南は勝てば自動的に残留が決まる状況でしたが、ガンバを相手にスコアレスドローで最終戦を終えます。同じ勝ち点36の徳島と勝ち点1差で追う18位の大分のどちらかが勝利すれば降格が決まってしまう状況でしたが、両チームともビハインドのまま試合終了。先に試合を終えていた湘南の選手たちはスマートフォンで他会場の結果を知り、歓喜の瞬間を迎えたのです。湘南は J1 と J2 を行き来するエレベータークラブと揶揄されていましたが、2021年に残留を決めたことでクラブ最長となる5シーズン連続で J1 リーグを戦うことになりました。そんな湘南のホームスタジアムはレモンガススタジアム平塚を利用していますが、2022年の5月に行われた試合で全てのトイレが故障し水が流れなくなったエピソードがあります。幸いにもすぐにトイレが復旧したのですが、このニュースはすぐにネットで話題になり、臭そう、J リーグ史上最大級の惨事という批判的なコメントが書かれました。レモンガススタジアム平塚は老朽化が激しく、スタンドとピッチとの距離も遠いため、サッカーファンにはあまり評判の良くないスタジアムです。湘南が今後も J1 で戦っていくためには快適な観戦環境を作り上げてほしいですね。今回は J リーグで起こった奇跡の残留6戦を紹介しました。降格をしてしまうとメディアの扱いやもらえるお金も大きく変わってきます。そのため残留争いはまさに選手の人生をかけた本気の戦いが見れるのが魅力と言えるでしょう。皆さんが印象に残っている残留を決めたシーンは何が思い浮かびますか？ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。